ああ、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ようかんです。今日は、ちょっとヤフオクで買ったものがあったので、何個かセットになったものを買ったので、ちょっと開封と、動作確認取っていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとでかいんで、画面に収まりきってないですけど、封開けちゃいましょうね。はい。じゃあ、封開けていきます。はい。まあ、福袋じゃないんで、自分は何が入ってるか、もう分かってるんですけど、まあ、一本ずつ取り出していきましょうか。はい。じゃあ、行ってみよう。新着1次のレス。おじゃどんないやらしいアイテムが飛び出すんです。あんまりいやらしいと、はい、あの、配信できないかな。時差場じゃないし。でももしかしたらワンチャンね、あのね、動作確認のとこで、あれ、なんだろう、著作権に引っかかるものが出てくるかもしれない。まだわかんないけど。はい、じゃあまず一つ目いきますよ。はい、一つ目。はい、ドン。隣のプリンセス。はい。今回は、ここに書いてある通りね、PCFX のソフトを買いました。2本しか持ってなかったからね、今まで。今までさ、こう配信できない18禁のピアキャロと、あと、ユイラブさんにおすすめされたブルーブレイカーしかも、2本しか持ってなかったので、もうちょっとソフト欲しいなと思って、PCFX のソフトを買いました。隣のプリンセスは、ちょっと、中身見てみるか。こんな感じ？やっぱりアニメ推しなのかな ?PCFX は。帯も入ってんな。帯もありますね。よいしょ。わ、90年代、ザ90年代って感じですね。新着1次のレッスン。はい。超今風。もう来てるよ、時代が。時代が来てるよ。じゃあ、隣のプリンセスを起動するんやな。音ちっちゃ。転入生のロルフィーさんです。皆さん仲良くしてくださいね。ロルフィーです。いろんな人がいる。みんなと仲良くできるかな。とりあえず大人だけど。ロルフィ、頑張ってくるのですよ。はい、お母様。ここは魔界の中央にある魔法の国ソーサリリア。この国のプリンセスロルフィは17歳だ。魔法の使われていない世界へ行くことになりました。でも13歳の彼女一人では不安なので、3人のお姉さんも一緒についていくことに。けれどロルフィは知っています。魔界の奥に住む闇の魔族たちがその世界に侵入したことを。そしてその闇の魔族たちの企みを阻止するために3人の姉が行くことを。めっちゃ来るな。3人も来るな。ロルフィは思いました。ちょっと来すぎじゃねえ。よし、私がやっつけてお姉様たちに楽させてあげようっと。いよいよ出発です。
この効果音とか懐かしいな。最近使われねえよな。それじゃ行ってきます。ロルフィーさん、ロルフィーさん、どうかしましたか？あ、いいえ、なんでもないんです。皆さん、よろしくお願いします。あ、こう、ギャルゲー的な感じなのかな。はじめまして、私、中野陽子、よろしくね。おーい、まあ一応ボイスついてんな。ボイスついてる。隣の席に座ったのも何かの縁。わからないことがあったら何でも聞いてね。ありがとう、こちらこそよろしく。ゴルフィーの髪型気になるけど、どうやってあの形を維持してるんだろう。仲良くしようね。あ、教科書とかまだないんでしょ。なんかさ、あれだよね、髪型がエクセルサーガのカバプ博士みたいなことになってるけど、まあ可愛いからいいや。このさ、このマスコットキャラクターが邪魔で、ロルフィーのとか名前隠れちゃってね。これ邪魔じゃん。ヨーコでいいよ。ヨーコ。昼休み一緒にお弁当食べようね。ヨーコって見えねえし。じゃマスコットが邪魔。英語だ。ほうほう。完全に分かった。分かってないやつだ。リカ、あ、方法で終わった。あ、スピー寝た寝た。ダメだこれ、ダメなやつだ。ヨーコちゃんもちょっと呆れ顔してるわ。よいしょ。お、体育は得意、体育は得意。すみません、怪我とかしてませんか？あ、石田明だ。あれ、中野さんか。わ、石田明の声甲高いな。まだ甲高い頃の。でも今でも出せるのかな、この子。もう出てないじゃない。新着よ、次のレス。はい。裏切りそうな先輩。裏切りそうな先輩か。そうか、もう声のせいでまともに見れなくなってしまってるんやな。ずっと思ってたんだけどさ、マスコットも邪魔だけどさ、この左のキャラクターが常にさ、こうカレンダーと被っててさ、顔が全部表示されないの、すげえ気になる。はい、高部先輩、こんにちは。もうちょっとそこなんとかならんかったの。家広いな。なんか薪もあるし。おかえりなさい。ちょっと顔見えねえって、ほんと。なんかなかったの、ほんとに。初登場のキャラ隠すなよ。なんかボタンで消えるのかな。あ、消える消える。4ボタン押すと消える。マジか、知らなかった。早く言ってよ。ちょっと苦手。草壁先輩ちょっと苦手だな。隣に住んでるけど。長野さん、陽子ちゃん、あんなに、あれ、親切にしてくれたのに苦手か。嫌い、先生嫌い。ちょっと苦手。お姉さんも苦手とか言ってる。ちょっと苦手。ちょっと苦手。ダメだ、この子。ダメだ、この子。一緒に来たお姉さん、苦手とか言ってる。はい、次のゲームは、はい、こちら。スパークリングフェザー。スパークリングフェザーです。あ、このゲームにも石田明出てる。マジか。マジか。なんか、レシート入ってた。レシート入ってた。A2 日本橋店の日本橋店のレシート入ってた。あー、この人
あれだわ、このスパークリングフェーザー1300円で買ってるわ。1300円か。まあ、こんなもんなかな。相場知らんけど。っていうか、これ、なんか、これ、裸に見えないこともないけど、これ18禁じゃないよね、これ。はい、18禁って書いてないもんね。流して大丈夫だよね。おお、いきなり来た。長い長い。ムービーはないのか。ムービーは分かりやすく要約してくれ。あ、ムービーあるじゃない。あるじゃない。かけてくる。はーい。足を遠げ、ふと振り向く。私。ドキドキ。しているのも。また17歳っぽいキャラ出てきたな。あなたの周りにはいつだって立て書いて、私の気持ちさえも通す隙間がない。あなたの笑顔で奇跡したいんだ。あれか、変身シーンだったのか。一応大丈夫かな、大丈夫かな。18禁じゃないから大丈夫。オープニング予算かけて作ったからちゃんと見れるようになってる。そっか、ゲームでいいや。また流れたよ。やった、もう一回見れる、もう一回見れると。もういいよ、何回でも見れちまうんだ。いろいろな夢の中を覗いてきたけど、こんなに綺麗で強い力は初めてだわ。いろんな夢見てきたんだ。そっか、サキュバスかなんかかな。誰？それ誰ってなるわ。誰ってなるわ。ごめんなさい、いきなりでびっくりしたわよね。私はダイヤモンドフェザー。ダイヤモンドフェザー、強そう。ルビーフェザー、それがあなたの本当の姿。お願い、私たちと共にこの世界を守って。やめてくれよ。やめてくださいよ。見たの間違いだろ。やめてくださいよってコルコルも言っちゃう。やめてください。ただの高校生にそんな力があるもんか。せやせや。変な夢だったな。何だったんだろう、こんな時に見る夢じゃないぜ。誰だ。死んだわ。こんばんは、坊や。あんたは。いや、ボロボロやないかい。私はパール率いるカリスト騎士団のコーラルフェザー。ダイヤと交渉していたのは分かっているんだ。悪いが死んでもらうよ。死んでもらう。坊や、今の爆発で死んだんじゃないかな。え、何を言ってんだ。何言ってんだ。ボロボロやないかい。なんでお前生きてんだよ。どうしても仲間にならないっていうのかい。金も名誉も思いのままなんだよ。俺はフェザーじゃないって言ってるだろ。それに欲しいものは自分で得る。与えられたものに価値なんかない。かっこいい。あいつは私たちの敵。
界欲に溺れたパールフェザーの手先の一人よ。私たちの力はこの世界の良き未来のために行使するものだから、こんな奴らの存在は絶対に許しちゃいけないのよ。生意気な、二人とも塵にしてあげるわ。言葉の洪水をわっと浴びせかけるのはやめてくれないか。また爆発した。わあ、なんか変身した。変身した。物騒な展開になりましたな。こうなると思ってたわ。戦闘準備はできてる。すぐにヒステリーババアが降ってくるわよ。わーい、どこに誰がいるの。サンストーンフェザー、サンストーンフェザー。まあ、嫌だけど言われた通りにするよ。お前ら、いやいや言ってんじゃねえ。俺様がリーダーだ。ブーンだ。あんたの言うことなんか聞かないもん。好感度低いな、進行。まだ可愛いな。やだよ、そんなのつまんないじゃん。うるせえ、うるせえ。言うこと聞かない、こいつら。ダメ、ダメ、下の方行けって言ったのに。あー、拒否るなや。オーロラディスパーテーション。お、倒した。こんなに隠れていたとは。今回は見逃してやるが、いずれ貴様らの首をいただく。覚悟しておくんだな。こんなにいるとは思わなかったから面食らったみたいね。ああいう女性はどうも苦手ですな。さっきのあいつ、顔が引きつってて怖い顔がますます怖い顔になってたね。はいはい、じゃあ私が紹介するね。おいおい、とっても頼りになるのは俺だろ。このバカがガーネット。バカ、こういう横柄な態度だからいまいち頼りにならないのよ。ふん。パールを裏切って私たちと共に行動してくれているの。パールを裏切って、顔に似合わず優しいのよ。言い方よ。いや、ありがとう。おかげで助かったよ。感謝してる。シダキラもう受け入れ始めてる。受け入れちゃった。はい、じゃあ次のゲーム出すんやな。よし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 。はい、お次のゲームはこれだ。でん、箱がでかい。バトルヒート。バトルヒート。おい、来たね。あのでっPCFX 特有ので分厚いパッケージ。これこのタイプ初めてだな、見るの。おでかい。説明書もでかい。あれ、おお、こういう風になってんのか。わあ、またえらい凝ったパッケージだな、これ。めっちゃコストかかってんな、パッケージに。説明書もでけえ。お、なんかかっこいいんじゃね、オープニング。作画良さそうだね。北斗の拳っぽいな。
次乗る。はい。バトルヒート。バトルヒートさんじゃないか。バトルヒート来たね。かっこいいね。いい感じでは。結構両毛の予感がするんだから。バトルヒート。よっしゃよっしゃ、ほいやほいや。どんな感じのゲームかな。で、始まった。ファイト。引いて食らってんじゃないか。あ、投げられてる、投げられてる、当たってる。うわー、ちょっと寝てて寝てる寝てる。いて、全部食らってる、全部食らってる。ん、どうなった今。エアトルネード、やばいやばい。うへえ、死ぬ死ぬ。あー、痛い。ほら、死ね。ちょ、ダメじゃん。うわー、全部食らってる。死んだ、口ほどにもない、死んだ。うわー、パーフェクト。むずくね、これ。全然システムがわからん。さささとか使いたいんだが。全部食らってんじゃん。ほら、やばい。あー、死んだ。口ほどに勝てねー、勝てねえ。全部叩き落とされるんだが、チャージ自身だ。口ほどにもない。むずい。これむずいよ。よっしゃ。あ、やべやべやべ。必殺は連打すんなや。あ、落とされた。落とされた。もうしまい。うわ、挑発までされた。むず、半分ぐらいまでしか減らせねえぞ。はい、じゃあ次で最後のゲームになるんやな。おっと、次で最後。はいはい。赤ずきんちゃちゃお騒がせパニックレース、やったー。赤ずきんちゃちゃだよ。もうこれで。難しいなこれ思ったんだけどさ、テレビ版のオープニングが流れたら著作権的に一発でアウトだから、流れそうになったらスキップしなきゃね。大丈夫かな、スマップとか歌い出しちゃわないかな。飛ばすのもあれだから。緊張するな。来るかな、来るかな。俺は？これは？ちょっと。あれ、なんかどうやら違うぞ。違うぞ。スマップではなさそうだ。あれ、こんな歌だったっけ？のレス確か、FX では、リーヤの声も変わっていたはず。あれ、そうなの？あ、ほんとだ。シンゴじゃねえ。あれ？あれ？赤ずきんちゃちゃって、こんな歌だったっけ？
うん、本当だ、知らない人になってる。金子なんとかってなってる。この歌だったら大丈夫そうだな。後で怒られるかもしれないけど。少しやってみようか。新着一次のレス。はい。あ、これアニメのエンディングの方だね。あ、エンディングか。なるほどね。あ、セラビー先生が、う、うん？ちょ、読めなかったよ。私、世界一の魔法使いセラビー先生の弟子だもん。大丈夫、なんとかなるわ。頑張るもん。ガチャでーす。あ、懐かしい、このイントロ。イントロ懐かしい。えい、僕。ん？なんか出た。ん？悪い魔女のお城は扉が閉まっていて入ることができません。俺が開けてやるよ。誰？無理よ、その扉は5トンの鉄の扉。どうも初めまして、赤ずきんのお嬢さん。僕ドロシー様の弟子でシーネって言います。シーネちゃんって呼んでください。シーネちゃん、シーネちゃん来た。新着に次のレス。はい。ジャニーズのハードルは深くも高いものか。高かったなぁ。俺が上げてやるよ。誰か知らない人の声。知らない人が。歌が懐かしすぎる。うん。こういうのにお世話になりましたわ。そうだなぁ。お、敵が襲ってきた。ホーリーアップ。来たー、変身。もう使っちゃう。最初からクライマックスいっちゃう。わーい。シーネちゃんさっき会ったばっかやぞ。いきなりか。勇気よ。懐かしい。でも原作には変身とかないんだっけ。魔人ちゃん、魔人ちゃん。マジカルプリンセス、ホーリーアー。これに耐えられる敵はおらんやろ。ビューティーグリーンアロー。ためが長い。おー、何？おーい。何よこれ、どうなってんの？やっと正気に戻ったようですね。フォントが読みづらい上に消えるのが早いから全然読めねえ。全然読めねえ。魔法使いは魔法使い同士。黒ずきんのやっこちゃん。やっこちゃん。やっこちゃん。はい、4だ。いやー、チーネちゃんは来ませんでした。さっきなんかあれだもんな、アイテム奪ったからな。ホーリーア
ップは使用回数とかありそうだな、これ、まあ、そうだな、ジェッパーチェッヘヘヘ、やっこちゃん、リーヤっぽく演技をしている可能性がワンちゃん、ワンちゃんあるかな、なんかキャラがどんどん増えていくんだが、マリンちゃんか、これガチャでーす、もちろんなんかないの、パンナコッタ、なんか食べた、私大好き、チャチャは完全に元気、チャチャのターン終わったんですけど、おりゃ、私の授業中に居眠りと、また先生、またラスカル先生、おい、何が起きた、何が起きた、寿司ネタならこの私に任せなさい、寿司ネタ、マリン、マリリン、いでよ、寿司ネタ、寿司ネタで攻撃、おお、これはギャグ漫画かな、そうだよな、ギャグ漫画だよな、寿司、助けて、あ、ちゃちゃ呼び出された、呼び出された、ちゃちゃ呼んでも何、通りすがりのケーキ職人、私はただの通りすがりのケーキ職人の助手、何、寿司屋こけちゃった、いや、確かね、赤ずきんちゃちゃとかね、駿河屋は調べてないんだけど、アマゾンでね、4000円ぐらいなんだよね、誰も出品してなくて。だから、この4本でね、オークションでね、4900円ぐらいかかったんだけど、赤ずきんちゃちゃだけで4000円かかるから、まあいいかなと思って、刺しちゃったんで。はい、では。このバトルヒートのオープニングを流して終わりにします。いや結構楽しかったな、 PCFX もあんまり触ってなかったし、2回目か触るのが結構新鮮なんだな、バトルヒートが思いのほか難しかったけど、でも画質はいいんだよな、あとカズキンチャチャも懐かしかったな、懐かしくて面白かったな、